さんこんにちは。ゆっくり霊夢よ。マリサだぜ。で、なんでドヤ顔してんだ？あ、いやなんとなく。まあまだ実況するには、物足りないステージが続くからさっさと組み合わせたいところだぜ。飽きちゃうもんね。明日だったか。真似すんじゃないわよ。ダメよ。しょうもない言い争いになるから、これ以上は言わんけどな。ちょっと危ない。あ、それじゃマリサ、スパーク取っといてね。瞬間移動は有効活用だな。スパークゲーっと。これちょっと気持ちいいぜ。さて、この次は何だったかな。スピアゲーっと。ポン。サヘッタは猫の BGM、好きなのか。いや、ちょっと面白い音じゃないこれ。やった、そのまま乗り換えてやん。リンクゲーっと。ここトゲあるぜ。おっと危ない。ノーマルん時、ジューノと一緒に刺さってたな。ふん、そういうミスだってあるわよ。あ、ミスった。何か？いや、エキストラだと、鍵野郎の足が結構速くなるんだ。あんまりバカにできないぜ。しかもマリサビームだったしね。そうなんだぜ。ビームにこういうレース系は正直強いぜ。この戦争度はボスの時リスクあるけど、潰しは効くのよね。さあ、後ろからぶつかってやる。あいつ。とりあえず鍵ゲーっと。おい、ちゃんとジャンプしろよ。それぐらいできるわよ。いっちゃあ意外にこの穴に、鍵を投げるやつがいるんだよ。いやゲーっと。それって切るのだけでしょ。いや他にも何人かいたぜ。誰よそいつ。あ、また負けたか。ステージもちゃちゃっとクリアしていくわよ。そうしてほしいぜ。あ、そういえば乗ってる時に同時に A ボタンで合体技が出せるぞ。せーの。まあこれだけなんだが、本当にそれだけで、けど4人でやると結構威力上がるんじゃないか。やったことはないから知らんが。いっお、いい感じに。ちょうどゲーっと。まったく HP がピンチだってのに、コピー奪う無理なんてだよ。あ、そうだレイム、そこの扉入るのよ。そうして、一番奥に行った後、また引っ返すんだ。それでどうなるっていうのよ。まあやってみろよ。あ、床が陥没して入り口できてる。隠し扉だぜ、春部屋とも言われてるな。おっと懐かしい BGM ね。あ、もしかしてさ、ここってコピーの試し部屋なんじゃないの。まあ当たってるが、全てのコピーがあるわけじゃないな。お、豪華なコピーあるじゃない。ファイターゲーっと。ここにはファイター、ハンマー、ウィング、忍者があるぜ。私はウィングにするか。このビームハッター吸い込んでも、クリーンにはならないよね。ああ、普通のスカキャラだ。しかし今の4つのコピーは、すべて後半に入らないと手に入らないからな。序盤にこんなコピーできてお得感あるわ。おっとここでキャンディーか。うおーおーおー。しかしレイムファイター使いこなせないのか。失礼ね、そんなの余裕よ。あの4つは初心者も危ねえ。これすっかりだな。実際はね、一回踏みつけたぐらいでガタガタに刺すんじゃないわよ。せっかく取ったウィングの台繋いたくないぜ。さっきから思うんだが、明らかアイテム系私に丸投げしてるよな。そっちの方が俊敏じゃない。確かにそうだから文句は言わんか。でここはトゲゾーンだな。当たるとコピーをしないやつから注意しろよ。私だってもう2回目よ。まあ無事にやり過ごせたわね。そうだな。そして俺たちを掃除してった。いいなウィング。スピアゲーっと。あ、ここって、そうだぜ。ここもスーパーコピー能力のところだぜ。ファイター捨てたくない。私もウィングがいいぜ。仕方ない、私がいくっきゃないわね。中途半端な気持ちできるかこんなのが。ノット、アンチルー。これは相変わらずか。もちろんよ。何せ6人目の実況者さんだからね。アッツマルアッツマルさあてここがない空間は。そんなんだって。もう忘れちゃった。まあ大丈夫だろ。まあ今回もでかいの吸い込んだら、壁に打つようにしたらいいだろう。正直壁以外はこれほど変わらないもんね。まあ敵のサイズとかが微妙に変わってるが、気にするほどでもないな。いつも何枚かうちら適切に書き上げた方がいいわね。あ、飲み込んじゃった。
ちは？ジープスパークだぜ。じゃあ私はこっち。スパークは溜めて撃つだけだけどね。でも操作が簡単な割には強いぜ。モスペインは電線が何より強いからね。あとが嫌な結構でも弾幕はほとんどが当たってくれるもんな。その2つのコピーがあったら全部のボスが当たれるよね。確かにね、ボスやったら全部が当たるぜ。スピアゲート。あ、2人ともダメージ受けてないわね。あれ、そういえばお前らさ。うん、お前らって私とチルノのこと？こん時ぐらいからスピア逃してたっけ？うん、序盤はほとんどあいつのせいよ。にデフォロメか、素直に喜んでいいのかわかんないぜ。何回も言うが体力が半分だからな。甘く見てるときちゅるぞ。大丈夫大丈夫、身の程はわきまえてるつもりよ。いざレッツゴー。さーて今回のコピーたちは？カッター、ファイヤー、そしてビームだな。スパーク同じ作用だから飽きちゃうのよね。ビームゲート。いいのか、それだったらファイヤーの方が。いいのいいの、ちょっとスリルあった方がいいじゃない。これから大爆発始めるわよ。大爆発、ちょっと忘れてたぜ。根元は無料からかき上げて決めたい。あ、悪いな。実はこれで人魚とかも期待できるからいいわね。一定、いや、今だったら一番上でやるべきだったな。さて、こっちから第2ラウンドね。どうだよね、上に上がった方がいいぜ。あー。なんか、もうかけたダメージが入るから問題ないけどな。いや、この人魚だけだね。よし、無駄に攻撃さえかけるだけ好きなのによ。それでもしない。おい、落ち着けよ。さあ、オール取ってきたわよ。どれも戦闘用だけどな。う、さあノーマルでもエクストラでもザラシを見つめてるあんた、オール取ってきたわよ。まあここもノーマルと一緒だな。おい、うるせえよバカ野郎。もう、スキップできないのこれ。そんな長くねえよ。うるさい、落ち着きないのかてめえは。こんな知り尽くした説明いらないのよ。さて、今回はこれで終わるか。良い切りだもんね。ご視聴ありがとうございました。次回も、ゆっくりしていってね。だから荒ぶるなっつーの。